道の駅杉の湯川上ね、に来てます。ここはね駐車場がちょっと狭いんですよ。この道の駅の道路挟んで反対側に、駐車場がちょっとあるような感じですね。もうハンコは今押してちょっと、一服中ですね。ミルクコーヒー、まあちょっと休憩したら行こうと思います。ではでは。今ね
なんていうかな、宇田、宇田、何かな、ちょっと今来たところをずっと言ってみましょうか。一番最初に行ったのがここね、ここで2番やからここ行って、で次7番、これアスカっていうとかね、アスカ駅のところで7番行って、で10番、ね、あの、アマゴを食べたとこかな。で、その次が、11番に行ったのかな。12番、あ、11番行きましたね。11番、この、とこに行きましたね。これ駐車場が、違うな。11番じゃないか。もう行ったとこはわからなくなってますけど。14番か。11番どこかな？あ、11番行きましたね。11番。これ駐車場狭かったところ。11番まで行って、今8番に戻ってきて、8番に戻ってきて、北の方に。今ここね。はい。で、次ね、どこ行こうかなと思って、この9番ね、こっちの方に、三重の方に行こうかなと思ってます。9番がだから、これかな。ここね。はい、ここ行こうと思ってます。まあ、ハンコはね、一応押したんですけど、ここはね、足湯がありますね。だからこれは無料で別に入れるような感じのところで。足湯がね、なんかあります。はい。まあ、道の駅としては、まあ、普通かな。特段特徴があるわけでもなく、まあ、レストランと、物を売るところがちょっとあるくらいで、あとなんか向こうにね、野菜とかなんか苗っていうか植木みたいなの売ってますね、くらいかなね。はい、ではでは次のところに向けて出発しようと思います。ではでは。はい、どうも、伊勢本街道、これなんて読むかな、
まあとりあえず奈良の一番見え寄りの多分ところの道の駅だと思います。ここへね、とりあえず来てみました。まあなんかさっき寄ったとことなんかよく似た感じの作りですよね。交差点のところからもうそのままこうねぐーっと入ってきて、駐車場があるっていうね、感じのところになります。まだこれ押してないんでこれちょっと今から押しに行こうと思います。ではでは。
はい、皆さん、とりあえずまた寄り道ということで、今またダムね、日なちダムかな、っていうところにちょっと立ち寄って、ダムカードだけね、もらえるんだったらもらおうかなと思いました。ここあんのかな、ダムカード。ね、結構ダムばっかりだから、とりあえず。あ、でも、ダムカードって書いてるわ。ね、このダムカードは事務所までって書いてるんで、ちょっとこれ行ってみようと思います。ではでは。はい、どうも皆さん、ダムカードゲットしました。日なちダムね、ダムカード。後ろには結構このダムのなんか細かいことがね、結構載ってるんですよ。まあ興味がある人がいれば、まあ記念みたいなもんですよね。はい。で、僕の顔どんな感じになってるかっていうとこんな感じです。はい。かなりちょっと疲れてきましたね。さすがにね。あと何個かはまだ道の駅回ろうと思うんで頑張ろうと思います。ではでは。
はい、どうも、またね、一個来ました。今ね、道の駅の宇田地室ですかね。ね、宇田川っていう川が流れてて、まあ、なんていうか、こじんまりとした道の駅になってます。まあ、レストランとちょっと土産物屋があるようなね、感じになってるんで、まあ、そんなに大きくはないですね。はい。ということで、一応、なんていうか、奈良のどっちかというと、東側の方ね、ずっと回ってこれた、まあ、ちょっと南の方行って東の方にね、ずっと行けたかなと思うんで、あともう一個ね、ハリテラスっていう、道の駅寄って、あと、まあ、もう一個くらい寄れるかなっていう感じなんですけど、もうちょっとだけ頑張ってみようと思います。ではでは。はい、どうもハリテラスの方にやってきました。ここはね、奈良とか大阪の方と名古屋結ぶね、名阪国道っていう無料の、なんですか、道路の、なんですか、サービスエリアみたいになってるんで、すごく大きいです。こんな感じ。すごく道の駅って言っても本当にサービスエリアみたいな、とこになってる。トラックとかもいっぱいいてますね。あとバイクもね、かなりいっぱい、向こうの方にもいっぱい止まってます。
まあ、無料でね、三重の方、奈良の方から三重の方までずっと行けるんで、鈴鹿とかね、そっちの方に抜けれるんで、バイクの人はね、かなり、利用してると思いますね。いっぱいバイク止まってると思います。とりあえず、反抗しに行きます。ではでは。はい、どうも皆さんお疲れ様でございました。最後のね、京都の一箇所だけ行った、南山城、お茶のね、道の駅、南山城村のとこね、なんですけど、こちらの方はちょっともうね、疲れ切ってしまってね、ヘロヘロになってね、行ったんで、大相撲ポケットで、自撮り動画を撮るのを忘れてました。もうね、申し訳ない。忘れちゃってました。疲れちゃってましたね。なんかもう、早く帰ろうっていう感じになっちゃってましたね。まあ、動画撮ってる、なんていうんですか、側としては、全然ダメなことだと思うんですけどね。やっちゃいました。はい、ということでね。で、まあ、今回ね、ご紹介してたのは、とりあえず近畿道の駅スタンプラリー。これをね、まあ、目標が何かないとダメだなということで、回っていこうかなと思います。まあ、近畿っていうことで、まあ、福井県とかね、兵庫県とか、まあ、この辺りもあるんで、まあ、
まあ、兵庫の方もね、北の日本海側とかね、やっぱり福井もそうですけど、こっちまで行くのは結構125では辛いものがあるので、まあそこら辺はどうしようかなと思ってますけど、まあ車で行ったりね、することになるかもしれないですけど、まあできるだけ頑張ってね、バイクで、まあ、行けるところは回っていきたいなというふうに思ってますね。であと奈良の方のね、これはもう全然僕も知らなかったんですけど、奈良の道の駅の、スタンプラリー、ね、こういうのもやってたんで、奈良の道の駅は全部で15箇所、まあ、他の県でもやってるのかな、ちょっとわからないですけど、こっちもあって、これもね、こっちもそうなんですけど、ある程度ね、集めて応募したらね、商品券とかもらえるんですよ、道の駅の。ね、商品券じゃないか、特産品か。ね、なんかそんなんが当たったりもするんで、まあ、まあ、なんていうか、ついでに集め切ったら、まあ、応募してみたらいいと思うんで、まあ、もしよかったら、まあ、こんな特典がありますよ、って言ってね。で、まあ、一応、今回も、これ道の駅ね、奈良の地図はあったんですけどね、他の県のやつはちょっとあるかどうかわからないんですけど、こんなんあって、まあ、結構ね、ぐーっと回っていったんですけどね、最初行ってたのが、東照大寺、この辺りかな、いつも平城宮跡がね、うん、だからぐーっと回って、一番南の方はどこまで行ったかな、多分11くらいまで行ってもらう、あ、杉の湯ね、だからここまで行ってますね。まあ、ここから南ずっと、もうこの辺りが山なんでね、下がね、ずっと。まあ、11が一番南かな。で、ここが一番、東側ね。で、ここから山城村がもうちょっとこの辺りかな、になってるんで。まあ、結構でも、頑張って回った方じゃないかなと思います。まあ、今度近いところで行けば、このね、大阪側の方ね。回ってみてもいいかなと思ってるんですけどね。はい、ということ で、あとはこれね、ダムカード、まあ、ついでにダムね、まあ、寄ってみたんですけど、まあ、これもね、まあ、タダでもらえますんで、ダムの近くまで行った、まあ、旅行で行ったりしたら、もしよかったらね、寄ってもらってみたらいかがでしょうか。ちゃんとね、土曜日日曜日とかでも、事務所行けばもらえると思います。僕は毎回もらってるんで大丈夫だと思います。もしかしたら、日祝宿直さんがいてないところ、ダムなんていうのがあるのかもわかんないんですけど、まあ一応ね、多分大丈夫だと思います。はい、もしよかったらということでね、ご紹介ですね。はい、ということで、まあこんな動画ね、あんまりこういるのかどうかもよくわからないで僕も撮ってますけど、まあ自分のね、まあ記録的なね、意味合いで Vlog 的な感じで撮ってるので、まあ、興味あれば見ていただけたらという感じでね、思ってますんで、まあ、よろしくお願いします。あと、まあ、よければね、コメント欄の方も残していただけたら、嬉しく思います。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。